倉庫のそこそこラジオ。めちゃめちゃマルチで才能のあるすごい人だよなって改めて思うな、なんていう話です。どうも、関西で喋り手などをしております倉庫と言います。そこそこラジオというわけで、今回は武田鉄矢さんのそこがです。武田鉄矢さん、2週前ですかね、ワイドナショーでキングオブコントチャンピオンになった空気階段の水川さんの方が、子供の頃親から金八先生は偽善だから見てはダメって言われてて、見てないっていうようなエピソードがあって、ご本人と対面するなんていうシーンがあったんですけども、そしてこの間のテレビ千鳥で武田鉄矢さんが演じてきた役柄とかになりきる、こっそり武田鉄矢選手権なんかもやってて、それだけやっぱ武田鉄矢さんってインパクトのある役、代表作、ヒット作がいっぱいあるっていうことだよなって、こう改めて思いまして、正直僕もね、金八先生はそこまでハマらなくて、まあそういう思春期ど真ん中の年代だったからかもしれないんですけども、第2シリーズまでしか見てなくて、僕が好きな武田鉄矢さんはもう圧倒的に刑事物語なんですよね。101回目のプロポーズでもなく、プロゴルファー織部金次郎でもなく、僕の中ではもう武田鉄矢さんの代表作は映画刑事物語の5作がもうたまらなく好きなんですよ。あのちょっとしょぼくれたダメな男、コミカルな感じで演じさせたら、もう右に出るものはあの頃いないと思う、そんなシーンがね、たくさん楽しめて、そして笑えて泣ける、これが刑事物語だと思うんですけど、結構ね、武田鉄矢さんの刑事物語知らない人が僕の周りにはいたりするんですけど、見てほしいなと思うんですよね。で、その笑える要素が、なぜ自分が好きかっていうことを初めてウィキペディア見たら、この刑事物語ってジャッキー・チェンから影響を受けてるっていうことを知りまして、そういえばですね、そういう憲法のシーンとかもねありますし、まあ有名なのはハンガーヌンチャクですけども、違う木のやつっていうね、もう名シーンがあったりするんですけど、笑えるシーンがあるんですけども、やっぱ武田鉄矢さん、ジャッキー・チェンにめちゃめちゃ影響を受けてなんていうことも書いてあって、でこの刑事物語は脚本も書かれておりますし、そのプロゴルファー織部金次郎は、映画は脚本も監督とかもなさってますし、そしてですね、まあ、有名なのが坂本龍馬好きということでね、大井龍馬の漫画ですね、原作もされているということで、その司馬遼太郎さんは青年期から描いてるけど、そこまでをまたね、新たに描いたなんていうことで、この大井龍馬も本当自分の中でめちゃめちゃ影響を受けた漫画ですし、この武田鉄矢さんはですね、多岐にわたって、刑事物語の前に初めて役者として抜擢されたのが幸せの黄色いハンカチで、まあその山田洋次監督に見出されて、その後男はつらいよも出て、これもね面白い、ちょっと情けない男の役なんですけど、情けない男の役やらしたのは本当ね、たまらん魅力あるなと思うんですけど、そこから刑事物語につながっていくということで、その千鳥のね、なりきりなんかも見ててですね、改めてまた刑事物語見直したいななんて思った次第です。皆さんも金八先生や101回目のプロポーズだけではなく、武田鉄矢さんの魅力、いろんな作品ありますけど、特に僕は刑事物語をおすすめしますので、見たことない方見られてみてはどうでしょうか。倉庫でした。さよなら。バイバイ。